すいません、皆さん大変お待たせしております。見ての通り、なんかザーザーごちゃごちゃしているところもありますので、もう数分、15時10分スタートぐらいで来ますので、実はこれお客さんたくさん入ってそうに見えますが、半分ぐらいスタッフもしくは登壇者という噂もあります。隣のやつはなんかね、スパイみたいなもんかもしれないので、皆さん油断しないように気をつけてください。はい、皆さんこれお客さんに向けてのように見せかけて、スタッフかもしれない皆さんに言いますが、スタンバイ大丈夫ですか？ね、静かになんかお客さんのふりしてくださいね。はい、ラクダでバレますでですね、今日お配りしたこの紙にですね、開会宣言大友義秀ってあるんですけど、この方この大風呂敷サミットの元となった大風呂敷工場、福島の大風呂敷工場 の、 場所の大家さんの方なんですけど、事情によりなんか大家さんちょっと到着の方少し遅れてるみたいですので、ちょっと途中で一言もらう感じで、開会宣言の方はプロジェクト福島代表の山岸政務審の方からさせていただく流れになると思いますので、どうぞよろしくお願いします。まだ始まりませんかね。あと 3分ぐらいですね、お待ちください。じゃあ佐藤君、ちょっと音楽でも流しておいてもらっていいですか？ね、流れてる曲は途中でちょっとお披露目もするんですけど、大風呂敷小唄という曲でですね、この裏面のところにお配りのペイントに歌詞が載ってる曲なんですが、これみんなで今作っていてですね、これから年内いっぱいをかけてさらにバージョンアップしていく予定ですので、いや楽しみに、隙があったら一緒にみんなで歌ったりしましょう。踊りましょう。I'm sorry.
それでは、皆